はい、どうもケイジです、本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。いやー、寒くなりましたですな。あ、そういうことではなく、今回はですね、前回の、クエスストーリーじゃなかった、バージョン 2.1 のストーリーの続きですね。あれ、どこ行った。今回受けるのはこれ、ユリア妃のお願いということで、グランゼドーラ城の3階にいるユリア妃が何か困っているようだということで、ユリア妃というのはアンルシアのお母さんですね。アンルシアとトーマのお母さんですよ。何かお困りということで、なので今目の前にユリア妃がいらっしゃいますので、早速受けたいと思います。あなたは刑事でしたね。アンルシアが無事にこの城に戻り、私の心にも少し日が差しました。でもあの子は女の子、これから勇者として生きていくと思うと心配でたまらなくなるのです。ところで刑事、レンダーシアの各地を巡り、賢者様の依頼を見事に果たしたとの話を耳にしました。はその腕を見込んで、あなたにお願いがあるのですが、聞いてもらえませんか。以前城下の防具店にマントを一着注文したのですが、素材の入手が難しく完成できそうにないとの連絡を受けました。はい。ただ腕の立つ冒険者がいれば入手は可能かもしれないとも言われたのです。はい。もちろん報酬はお約束します。私の注文したマントが一刻も早く完成できるよう手伝っていただけませんか。もちろんですよお母様。ユリア妃結構お綺麗な感じね。もちろんですよ。はい、よかった、やっていただけるのですね。それでは城下の防具店の連剣というものを訪ねてください。城下の防具店の連剣、彼に聞けば何をすればよいか教えてくれると思うのです。よろしく頼みましたよ刑事。はい、で防具店連剣、防具店の連剣ね。ということで、じゃあ一旦外に出ましょう。外というか城下に出ましょう。城下に、んいいのかな。防具店ってどこにあるんだ。城からの方が近いけど、城はあの長い道、城からの方が近いかな。いや、あの長い道のりがあるからな。城の出口から城の外まで出るのに、あの道長いですもんね。まあいいか、城の中から行くか。じゃあグランゼドーラ城の前の方で。長い、やっぱ城下から行けばよかったかもしれない。で、防具屋ね。あ、レンケンいた、こっちだ。私どもの店はグランゼドーラ王家御用達の由緒正しい防具店でございます。安心してお買い物を楽しんでください。おお、なんと王妃様に頼まれて私どもの手伝いに来てくださった方なのですね。王妃様のおっしゃる通り、マントを作るのに必要な素材の入手が大変難しく困っておりました。その素材は月光の金糸と呼ばれるものでして、主に刺繍に使われる、それはそれは美しい糸なのでございます。この町を出た先に広がるグランゼドーラ領、月光の金糸はその南の見張り塔近くに住むサンダーシャウト、サンダーシャウト、はいはい、からのみ手に入る一品。マントを完成させる
には月光の禁止が10本分まとめて必要になります。手に入りました。こちらへお持ちください。じゃあサンダーシャウトを10体倒せってこと。 OK。 よし、じゃあ城の外に出ました。南の地図の南下の方に見張り台とかありますですね。あの辺にサンダーシャウトいるので、あの辺に向かいます。いた、サンダーシャウト。この辺来るの初めてかな。お宝探しの巣行ってみようか。うん、まだ開けてないね、宝箱ね。まずこの辺か。あった、はい、守りの種。うん、身の守り早速使います。これだ。うわ、パンドラチェストか。まあいいか、パンドラチェストなんかいい宝珠落とすんだったね。まあサポート仲間さんも強いし、いけるっしょ。うわー、いきなり戦士さんが死んじゃった。バイシオン、おっと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 、バイシオン。うわ、1225。キラ。うわ、ベホイミ、はい。そういえばね、俺この前のスキルブックのスキル振ったので。うお、死の踊り来た。聖司さん耐えてください。よしよしよし、ハッスルダンス覚えたんですよ、ハッスルダンス。うわ、死の踊り。おお、俺の会心でとどめだ。よし、レアドロップ来た。よし、闇の宝珠来た。よしよし、これがあるからね、パンドラチェストいいんだよね。なんだっけ、バイションか。1004ダメージ。小野戦士むっちゃ強えじゃねえか、半端ねえ。わあ、ほぼむっちいのばっかりじゃねえか。よし、お、2匹来た、ラッキー。たまにはキラージャルグリングとか使ってみる。まあまあ40とかダメージ与えるんだね。ドルマドン来た、強い。あと何匹、あと6本、あと6匹。
配信出るよね。確か装備に会心ついてたよね。この聖王の紺に、あ、会心はついてねえのか。なんだ会心、いや違うな。スキルに会心スキルがあるのか。紺のスキル会心、いや会心とかねえぞ。いや武器ガードとか見返しとかあるけど、会心、いや会心とかねえぞ。でなんかちょいちょい会心出てる気はする。もういないな、この階には。降りるか。すいません、ちょっと無言になって、斧の人のね、斧戦士のあの巴もんさんの行動をちょっと見てたんですよ。どんな攻撃してるのかなと思ってちゃんと見てたらちょっと無言になっちゃいました。申し訳ない。あと4本ね。新刃砕きか。攻撃力下げるね。攻撃力2段階下げるんで、ちょっと斧、あ、すっ転んでしまった。じゃあ俺が、うわ、ジゴスパーク、よしよしよし。オッケー、体当たりしたな。オッケー、あと2本だよね。よし、これでラスト。おっ、ジゴスパーク、やばい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 。ショットしてたね。体当たりと思ったら違う。よし、10本集め終わった。はい、よし。おお、サイドカーで、サイドカーに馬で。じゃあルシェンダ様じゃなかった、防具屋か。防具屋、うん、お帰りますなさいませ。もしや月光の禁止が手に入ったのではありませんか。渡しますか。はい。お、これは紛れもなく月光の禁止、よくぞ手に入れてくださいました。早速仕上げに取り掛かりましょう。王家のマントが出来上がり次第すぐにお城までお届けいたしますので、王妃様にそのようにお伝えください。出来上がり次第届けると。はい、じゃあユリア妃に、行けばいいのかな。ユリア妃に報告に行こう。はい、ユリア妃、これご苦
労様でした刑事。防具店の方が王家のマントここまで届けに来てくれました。お、俺より早いじゃねえか。このマントはトーマが勇者として魔王討伐の旅に出る時に選別として送るつもりでした。なるほど、はあ、ははあ、トーマにね。私はトーマが亡くなってから初めて彼が真の勇者ではなかったことを知らされたのです。え、お母さんも知らなかった。まだ幼いアンルシアこそが真の勇者だと知ったトーマが勇者の身代わりとして生きると自ら賢者ルシェンダ様に申してたことを。なるほど、トーマ偉いね。あの子は自分が勇者ではないと知りながら最後まで勇者として振る舞っていたのです。全てアンルシアのために。偉い兄ちゃん。兄として妹をどれほど深く愛し守ろうと決意を固めて生きていたのか。母でありながら私は見抜けなかった。まあそうそう、自分をね責めずに。刑事、もう一つだけ私のお願いを聞いてくれませんか。私はこのマント王家の墓に納められたトーマの棺に備えに行こうと思うのです。あ、それはいいね。どうかあなたも来てもらえないでしょうか。あ、もちろんそれ行きますよ。アンルシアを無事に連れ帰ってくれたあなたのことをトーマに紹介したいのです。実はちょっと会ったことあります、トーマの幽霊に。王家の墓はレビュール街道を北その海沿いにあるのです。どうかよろしくお願いします。王家の墓、王家の墓ね。行きますか、王家の墓に。よし、じゃあ、こっから新レビュールガイドを北、まあ、地図の左上ですね、そちらの方に向かいます。王家の墓ね、地図の一番北にありますね、一番上に。そちらに向かいます。さあ、どっち側から行くんだっけ。どっち側からでもいいのか。こっちから行くか。これは鉄鋼魔人、あ、倒したことないのか。向こうにいるか。向こうにで当選簿してるやつ倒そう。必殺がすげえな。今戦士さんの必殺で会心必中っていう技だったと思うんですけど、迫力がすごいですよね。あのアニメーションの迫力がすごいですよね。王家の墓ね、 OK。 お前は確かアンルシア姫を連れて帰ってくれた刑事というものだったな。しかしここは王家の者のみが入ることを許される王家の墓だ。何をしに来た。なんだとこの野郎。お待ちなさい、ノガード、ノガート兵士長。私がここに来るよう頼んだのです。ならば問題ありませんが、そういったことは先に言っておいていただかないと困ります。キッズ、こいつキッズ。ごめんなさい、早くトーマにこの王家のマントを見せてあげたくて。
すまなかった刑事、先ほどのことは忘れてくれ。いやいや、そう簡単に済ますなよ。忘れねえぞこの野郎。私の名はノガート、グランゼドーラ王国の兵士長をしている。急にユリア様が王家の墓に行くとおっしゃられたので、兵を手配する時間もなく慌てて私がついてきたという次第だ。刑事、この扉は王家の者が持つ鍵でしか開かないのです。今開けますので持って行ってください。あ、待っていてください。あら、鍵が開いています。それはおかしいですね。アリオス王はアンルシア姫もこちらには来られ、アリオス王もアンルシア姫もこちらには来られておられないはずです。まさかクセ者が。墓の中を確かめてみましょう。侵入者が潜んでいるかもしれません。ユリア様は私の後ろに。誰もいない。うわっ、トーマの棺、何もなく、なんということだ。一緒に入れた副葬品だけでなく、トーマ様のご遺体までなくなっている。何者かが墓を暴いたのか。王家の墓に手を出すとは不届き千万。ああ、トーマユリア様、気をしっかり。これは由々しき事態だぞ。早急に対処せねばならん。私はユリア様を連れて帰る。刑事、お前も城へ戻れ。ただしこの件は口外せぬよう頼むぞ。ドルボードに乗ってるもんね。こんなキャンディーばらまいてね、王家の墓の中でね、キャンディーばらまくのもなんですけど、ほんと失礼しました。これなんか書いてたっけ。刑事は棺に、削られた文字を読んだ。愛する妹姫の身代わりとして、身代わりとなりて、勇者として生き、勇者として廃ぜし者、トーマ王子、ここに眠る。はい、じゃあ城に戻れってことは、またユリア様のとこに行けばいいのかな。うん、そうだね。ここはぶつかるのか。ぶつかるね。頭ぶつけちゃうね。ここはどうだ。ここもなんかやばそう。よし、あ、刑事ごめんなさい。まさかあんなことになるなんて。あとはノガート兵士長に任せましたので、あなたは気になさらずとも構いません。私の願いを聞いてくれて感謝しています。約束の通り報酬を用意しましたので受け取ってください。お、翡翠の鍵。王家の墓で見たことはくれぐれも内密に。あまり騒ぎを大きくしては見つかるものも見つからなくなるでしょう。トーマの遺体だけは何としても取り戻したいのです。まあ、そりゃそうだよね。お、振り子に。うわ、眩しい。運命の振り子が輝きを放ち始めたグランデドーラ城2階のルシェンダのところに戻って報告しよう。あ、これで光マックスな感じ。よし、
これか次は忍び寄る闇の足音ルシェンだからね。よし、ということで、まあ、あのトーマの遺体の行方が心配になりますけども、今回の動画はここまでということで、そうですね、次回ルセンダ様のその依頼を受けたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また応援の高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。